どうも今回はゴジラシリーズのミニフィギュアを紹介していきたいと思います。ガチャポンとか食玩とかのフィギュアを紹介していこうと思います。まず紹介するのはこちらですね。HG ゴジラクロニクルのゴロザウルスですね。ガチャポンのやつです。はい、結構ねガチャポンなんですけど造形とかはね結構しっかりしてますね。はい、この体表の鱗とかもちゃんとね造形されてます。背中とかもこんな感じ。はい、でねただ塗装がねちょっとねいまいちだったんでこれは墨入れ塗装をしてありますね。ちょっと元はねもっとのっぺりしてたんですけどこういうねこういう墨入れ用の塗料があるんでこういうのをバシャバシャ塗っていくとこの溝のところにね塗料が溜まっていい感じになるんですよね。でゴロザウルスといえばね怪獣送信劇での活躍が印象的でしたよね。凱旋門をドカーンと壊したりとかあとキングギドラにこうカンガルーキックをかましたりとかするシーンがで活躍してましたね。はい、他にもねゴジラシリーズのミニフィギュア紹介していきますんで、どうぞレビューご覧ください。はい、では、ゴジラのミニフィギュアのコレクションを紹介していきたいと思います。こちらはねさっき紹介したゴロザウルスですね。はい、でゴロザウルスといえばということでこういう凱旋門のミニチュアとかも買いました。はい、でまず最初紹介するのはこれですね。 HG のゴジラ1974これ腕差し替えて偽ゴジラにすることもできます。で次は、こちらこれはねチェスピースコレクションについてのミニラなんですけど足台座切り離して HG と並べられるようにしました。はい、で、次は HG ゴジラクロニクルのアンギラスですね。はい、これはね墨入れ塗装してありますね。はい、で、次はこちら、バラゴン地底怪獣バラゴンですね。こちらもね墨入れ塗装してあります。次はこちらラドン、かっこいいですね。これはねいろいろくちばしとか爪とかいろいろ塗ってであと墨入れしました。はい、次はこちらクモンガこれも HG ですね。はい、これも墨入れしました。次はカマキラスこれも墨入れしてあります。次は、特撮大百科のメガヌロンですね。これとこのオーコンドルこれエビラに出てきたオーコンドルっていう怪獣ですね。これ2つセットになってましたね。はい、で、次はこちらこれも特撮大百科ですね。これガバラ。これはね、モノクロバージョンを買ったんですけど、自分で、塗りました。はい。で、次、こちら。これも特撮大百科なんですけど、これ大海蛇なんですよね。怪獣送信劇に出てきたマンダの代わりにしてます。これちょっと2個1でね、ここから胴体とか組み合わせて作りました。角のないマンダの代わりということですね。で次はこれ。これは HG ですね。HG のバラン。こういう背中のトゲとか塗り直した後、全体的に墨入れ塗装しました。はい。で次はこれ HG のモスラ幼虫、これも塗り直してますね。で墨入れ塗装してあります。で次はこちらエビラ、これね、尻尾外して海から出てくるシーンとかも再現できるようになってます。で次はモスラ成虫、これはねゴジラチェスピースコレクションについてたやつですね。これ台座から切り離して、この透明の支柱をつけられるようにこの穴を開けて固定できるようにしました。はい。で、次は、こちらですね。坂井雄二ゴジラ全集のゴジラですね。怪獣大戦争に出てきたゴジラですね。シェーをするゴジラですね。はい。で、次は HG ゴジラクロニクルのキングギドラですね。これ多分 VS シリーズの方のキングギドラかな。はい。次は、また HG なんですけど、これですね。ジェットジャガー。はい。かっこいいですね。次は、メガロ。いいですね。このね、背中の色とか、細かいですね、塗り分け。はい。で、次はこちら。ゴジラタワー。これはガイガンに出てきた、ゴジラのタワーですね。これはHG のビオゴジを改造して作りました。はい。で、次はガイガン。これはですね、特撮大百科のガイガンですね。HG のガイガンはすごくこのくらいちっちゃくて、ちょっとかっこ悪いんで、で、このメガロとね、こっちはね、サイズ的に合うんでね、こっちの特撮大百科買いました。目とかはちょっと塗り直してますね。はい。で、次は HG のメカゴジラ1974。こんな感じ。これね、メカゴジラ2は出てないんですよね。はい。次はこちら。キングシーサー。これはね、なかなか塗りがすごいんです。これ、別に墨入れとかしてなくて、もともとこの状態なんですよね。やたらとクオリティが高いです。はい。次はこちら。HG チタノザウルス。これ自作ですね。改造して作りました。顔とか、この尻尾とかは、特撮ヒーローズの可愛い感じのチタノザウルスのフィギュアから取ったものですね。それとゴロザウルスの胴体を組み合わせて2個1で作ったものですね。はい。で次はこちらメカキングギドラ。いいっすね。塗りとかも細かくて綺麗ですね。はい、かっこいいです。で次はこちら HGD プラスのビオランって果汁形態ですね。台座に乗ってるやつですね、これ。このシリーズは。いや、なかなかよくできてますよね。かっこいいっす。で、次は、ビオランテの最終形態なんですけど、これはね、HG じゃないんですね。ゴジラ超図鑑っていうのに入ってたビオランテですね。それをちょっと塗り直しました。口のあたりとか、こういうところとか。はい。めっちゃかっこいいですね。はい。で、こちらが、ゴジラ全集のビオゴジですね。ビオランテと戦ったゴジラ。はい。次は、こちら。ゴジラ対ヘドラに出てきたゴジラ。この白い玉ですね。ヘドラから白い玉を取り出した時のゴジラですね。はい。で、こちらがヘドラ。めちゃくちゃ出来がいいですね。これはね、HG シリーズで一番出来がいいんじゃないかと思いますね。めちゃくちゃクオリティ高いですね。はい。ここがね、頭のとことかクリアになってるんですよね。塗り分けとかも結構リアルだなと思います。はい。次はね、こちら、ボトルキャップのゴジラフィギュア、チビゴジラのフィギュアですね。かわいいです。はい。で、次は、こちら。なんだっけな。これ、ジラースですね。まあ、ゴジラじゃないんですけどね。はい。まあ、首を取ったら、ゴジラになるということで、これ、ゴジラのコレクションに加えてます。はい。で、次は、ゴジラチェスピースコレクションのファイナルオーズ版のゴジラですね。これは、エフェクトがすごいですね。かっこいいです。で、次は、こちら、ファイナルオーズ版のガイガン。これめっちゃクオリティ高いですね。はい。いや、かっこいい。顔の塗りとかも細かいですね。造形もすごい。で、次は、こちら。ファイナルオーズのラドン。いや、めちゃくちゃポーズが決まってますね。かっこいい。はい。次は、ファイナルオーズのモンスター X ですね。これがね、カイザーギドラに変化するわけですね。はい。で、次は、モゲラ。かっこいいですね。いいですね。はい。これがね、このスペースゴジラと戦うわけですね。はい。このスペースゴジラはね、なんか、のっぺりした塗装なんで、これも墨入れした方がいいかもしれないですね。はい。で、次は、こちら、デストロイヤーの集合体。ちょっとね、完全体持ってないんで、これだけしか持ってないんですよね。はい。で、次は、こちら。東方マシンクロニクルのメーサー車ですね。はい。こんな風に、こう、砲台が動きます。よくできてますよね。めっちゃかっこいいですね。はい。次は、こちら。ムーンライト SY3。怪獣送信劇に出てきたやつですね。月探査ロケットのなんだっけかな。この羽が開きます、視翼が。よくできてますね。キラーク星人の基地をね、破壊しに行くときに使われたメカですね。はい。で、最後はこちら。5.5。これゴジラシリーズではないんですけど、東方つながりってことで、はい。海底軍艦に出てきたやつですね。潜水艦にもなるし空も飛ぶという万能戦艦ですね。この巻きついてるマンダはミニバトル G のマンダですね。色は塗り直してあります。はい。外れちゃう。めっちゃかっこいいですね。はい。はい。以上がですね、ゴジラシリーズのミニフィギュアのコレクションになります。またねー。